こちらのコスモックというポケモンですね。まあ、ウルトラサンムーンで登場した、実は禁止伝説扱いのポケモンなんですけども、まあ、こいつレベル上げていくとですね、まあ、ソルガレオだったり、ルナーラに進化していきます。特性がですね、天然とありますが、攻撃技を覚えないので意味がありません。さらに合計出力値200という、まあ、もう対戦においてはもう使い物にならないスペックを誇っている、そんなコスモックなんですけども、こちらのポケモンをレベル43まで上げることによってですね、さあ、なんとコスモックの様子がおかしくなっていき、あれよあれよという間にコスモウムという原始性ポケモンみたいな、なんかそんな名前だった気がします。このコスモックという姿になることによってですね、耐久力がかなり上がると。それぞれ31しかなかった特防と防具が一気に131に伸びていく。さらに特性も頑丈となりましてですね、まあ技を一発で食らっても死なないというそんな特性になります。しかし相変わらず攻撃技を覚えないので、まあ今回このコスモックから進化したこのコスモウムをあえてソルガレイはルナルナにせずにですね、使っていこうなと。そしてどのように対戦使っていくか、そちらに関してはですね、もう試合が始まってから見てもらいましょう。いきます。さあ、マッチングしました。スカルツさん、対戦よろしくお願いします。相手の手持ちが、パオジアン、アバカミ、そしてウーラオスからのリンルー、ホーゴー、そしてラングルズがいるということでございまして、まあ、コスモウムをですね、ちょっと使ってはいきたいんですよ、これ。相手の裏は、まあ、毒が入らないやつが、まあ、2体だな。おそらくラングルスマジックカードかと思われますので、ただ初手のパオジアンとか、あとはまあウーラオスに一応コスモウムが強いという形ではある。てか、マスカーナでいいのか。マスカーニャありか。マスカーニャなしか。待てよ。コスモウム岩尾海流。さあよろしくお願いいたします。さあ、パオジアンとかいうグミが来てしまったが、まあこのパオジアンとかいうやつもね、もうここのこいつの顔を、もうあとはもう見ることもなくなるでしょう。ランクマから消え失せるんで。ただ一方でコスモウムといった、まあ一生この影の日向物、もう日の目を浴びずに環境から消えていくという、そういう流れになってしまいます。そこで俺はこのコスモウムに着目していった。こいつをどうにか活躍させてあげたいと。その一心で使っていきますが、まあコスモパワーではなくて、進みまあ、後手テレポート行きましょうか。一旦。カニ砕く、はい、これでタスキ、耐えて、これでタスキをまず破壊していくんですよ。これでカニ砕くを耐えてね。で、テレポーテーションかますじゃないですか。テレポーテーションかます瞬間に、なんと鉄の岩を出しと見せ、いやもう海流でいっか、いや海流だと普通に、いや、岩尾で行きましょう、ここ。で、岩をぶち投げましてですね。いや、これね、どうしよっかな。もう、不意打ち読みで、思いっきりここもう研磨行ってもいいわ。で、不意打ち来たら次テラス行く。多分変えてくる可能性の方が高いと思うんで、ここ変えるが不意打ちだと思うんだよな。こだわりって感じじゃなかったから、まあ、仮にパワージェンがこだわり始めても、まあ、頑丈だったら耐えていたと。耐えて相手の持ち物を、まあ、タスキという線を削る。はい、不意打ち来た来ました皆さん。この後手テレポーステーションから一気に裏のポケモンにね、こう起点を作っていくっていう、これが強みなんですよ。で、もうこれテラス、一応これテラス切らないとね、普通に突っ込んできた場合終わるんで、不意打ち抜群ってのが岩尾きついんだよな。さあ、相手は手打ちは多分突っ張ってるか。おそらくここも不意打ち連打だと思います。結局のところね、不意打ちって食らっちゃうんで、そこそうですよね。身代わりとかない限りはこの不意打ちは防げない。だがその分テラスすることによって、まあタイプ相性を変えることはできると。打ってきて、まあ半分以上入るよね。そう、これだから抜群だと死んでるんですよ。ただパワフルエッジが決まっていって、まあ、S も A もがっつり上がった状況なんで、さあお相手相当苦しい、まあ、あのパワーじゃおそらくだけどタスキっすね。そのタスキをもうこのコスモックが削っていくと。うわ、鳳凰だ。ああ、もうこの鳳凰はもうテラスタの確定なんで、もうなんなら重っくそ自信ぶっかましてもいいわ。これちょっと打点欲しいんだ。これ自信いきます。うん、オッケー。もうこれでテラスしないのもう意味わかんないからね。ここテラス来なかったらお前ぶち切れてたんだよ俺。はい、電気テラス。これが神毒なんですよ皆さん。神の読みと書いて神毒です。ただこれも全てコスモームが紡いでくれた未来なんですよ。うん、コスモームってやっぱ宇宙の存在なんで、やっぱこの地球上で起きることなんてのも全部想定できてるのよ。そう、コスモームが全て俺に教えてくれてる、この試合展開を。何この文字投げやつ、これハバカミじゃね。ハバカミか。一応テラ、なるほど、これブーストエナジーで上がってしまうけど、いやー待って、抜かれるか。これ抜かれるな。ギリ抜かれんのか。抜かれてしまう。しかもパワージェム打ってるっていうのはなんだこれ。なんでパワフルエッジなんだ。
ありがとうございました。これこそがコスモームの力です。マッチングしました。のぞむさんお願いします。相手の手持ちがハリーセンがいるね。ハリーセン、しかもあれは翡翠のやつかな、毒悪だっけあいつ、わかんねえな。でドラパがいて、ヘイラッシャーがいて、あとバドリックスがいると。まあクロバトとかもさ、やっぱどう考えてもカイリュウとかいた方が安心して立ち回る。それカイリュウってやっぱ強すぎるな、こいつあからさまに強いもんね。これマスカーネからいって、いやでもハリーセンで毒ビシ返したのだるすぎるね。まあそんなことになったらもう僕ブチ切れるんで、まあしっかりあとはコスモウムちゃんを繰り出していって、あー超舞を積むと、まあ、ぶっちゃけマスカーナいらねえ説あるけどな。結構当初ね、マスカーナで毒ビシ巻いて、で、なんか裏のやつで全員コスモムで耐久して、みたいなことも考えたんですけど、まあ、結構現実的じゃないというか、今の環境単純に、まあ、パワー高いやつ多すぎて、そんなことやってる暇がないというか、意外とシンプルにコスモムでも起点を作るだけみたいな動きの方が強いかもしれないな。ドラパルドが来る。まあ、ちょっと密かにテラスタル変えてまして、まあ、電気テラスでまあ弱点を消してるんですけど、ただここでテラスタル切る意味ってあんまないよね。まあ、後手テレポから様子見しますか。トンボ、なるほど。うん。結構硬いというか、思ったより入ってるね、正直これ。コスモもこれ、あの、ずぶといの全振りなんで、防御。さあ、クロバトが来る。クロバトに対して、どうしよっかな。海流か。踊り鳥行く？それとも。踊り鳥出したところじゃね。ドラパはトンボ返り際にダメージ食らっていった。つまり助けを考えなくてよくなった。さらに後出しじゃんけんによって有利トイメを作れるっていう、まあ、かなりねコスモムが今生きてる状況なんですよ。で多分だけど踊り鳥行くとしたらここだと思うんだよね。クソ、ゴーストポケモンばっかでなんか神速が生きないの痛えな。せっかくアンコール消して神速を出してきたのに。鳥ちゃん行ってこれ超前行きます。あ、スカフキサウギ。まあ、これ、正直もう耐えてもらうしかない。頑張って。もうね、それ、ゲームにならないわ。それ、マジ、ゲームにならん。これされると。いや、もう俺はメガネで見るよ。このバトル X。メガネで見ます。なので、もう飛行テラス、テラバースト行きます。いや、身代わりだ。あ、待って、これ、ラッキーかも。チャンスかも。いや、身代わりはガッチャラッキーだわ。これ、メガネじゃねえんだ。じゃ、素で耐えないんだ。まあ、でも、そら、そっか、しょうがないな。こんなインフレしてるバカ野郎ども。普通のポケモンがさ、その、土俵に立てねえって。うん。だから、お前ら早く消えろ。来月と言わずに、もう今すぐ消えちまえ、マジで。クソ、禁電のゴミどもがよ。この身代わりダメージ入ったことによって、テラバースト飛行圏内にギリ入ったんじゃねこれ。どうだろう。これ、倒せたら熱いよ。めちゃくちゃ入るやん。ナイス。いや、でかい、まあ、でかいっつってもドラパルド。いや、どうしようかな。アンドラパね、結構火力あったのよね。うわ、ヘイラ来るか。ここヘイラなんだ。じゃあコスモームに変える。ちなみにコスモーム特性頑丈なんで地割り効かないんですよ、実は。雪流れか。これでも確かね、雪流れはあれは5つ目入るんだよね。そう、入るんだよ、これ。これコスモパワーガン積みで。あー、自信はだる。何このアタッカー構成のキモいクリームパン。キモすぎる、このヘイラッシャー。いやー、積みかな、これ。積んだくせ。なんか奇跡起きる。何か起きる、奇跡を。いやー、地割れとかじゃないんだ。頼む。なんか天地雷鳴起きろ。うわ、ダメだ。もう、さあ、待ちましょう。ライダーさん対戦のお知らせ。なんかすごい変わったパーティー来たな。相手の手持ちが、怪ししかわかんない。脅しかな、ちょっと、どっちかわかんないですけど。で、上にいるのが鉄の包みかと思いきや、まあ、普通に、デリバードだっけ？デリバードか。で、メガヤンマがいる、マリルリもいる。なるほど、面白いんじゃないか。これ普通にコスモムから行くわ。で、裏から、踊り鳥と、あとはもう海流出して容赦なく踏んづけていく。さあ、よろしくお願いします。メガヤンマからお相手し入ってくる。待って、これコスモムめちゃくちゃきつくない？メガヤンマって。色メガネだったらなおさら終わってるな。でもね、色メガネのね、メガヤンマをね、皆さん見たことありますか？僕の動画以外で。ないんですよ。これ加速なんですよ、大体のやつは。メガヤンマなんちゅうのはもう、大抵加速なんで。これも、これは、
多分だけど加速、うん、だよな。ちょっと踊り鳥の待機が終わってるせいで戸惑っちゃったけど、これ一旦羽休め行こっか。あー待って、テラスってことはもう潰しに来てるか。まあでも全然いいよ、潰しに来るっていうのがお前、ゴーストテラスってことはシャドーボールかな。ゴーストテラはシャドーボールだよか。まあこれ最後に刺さるから強いですよね実際ね。まあ逆に言い返せばテラストルを切らしたと。で火力上がるやつも持ってないんで、普通に海竜ぶん投げて、普通に海竜からの竜馬行きましょうか。あ、それでひるむのほんとやめろよマジで、おもんないから。誰も求めてないからそんなの。ねえこれ竜馬いたらバースト飛行耐えられそうなんだけど、なんか願いもね使ってるの分かるんですよね。こいつね結構ボール高いんですよ。なんか種族値どっちも85前後だったんですよ。特防が終わってるだけで、なんか軒並みね高手順なんだよね。いやエアスラ避けた、それはデカすぎるマジで。エアスラの命中率を95に設定したやつは天才だと思うわ。うわーこれタスキかもしかして。もうちょっとシンプルにだるいタイプやな。シンプルビームやんこれ。ひるまないのでかい。もはやもうマルチスケールと精神力の二刀流かのごとく一切ひるまずに。さあただちょっとダメージ食らいすぎたんで、これはでも裏のポケモンによってはきついからな。ちょっと怪しが来た。あ、こいつやっぱ怪しだったか。怪しはなんか特殊なやつですよね。威嚇をがっつり巻かれていく。いや、そんなの関係なしにもうテラバレンダする俺。シンプルに火力あるんだよね、これね。え？やべえぞ。裏マリルくせ。これ裏マリルじゃねえ、絶対。あとなんか専用技のなんか突進しながら防御上げるみたいな技があって、アッシュはそれ連打されたらきついんですけど、ここはもう竜の前でとにかくもう火力をもうがっつり上げるしかない。デンジャー、あでかい。あそう、しかもさデンジャーさもう一回打ってくんねえかな。これ竜前連打するわ、なんなら竜前連打してデンジャーを甘んじて受ける。これによって何が起こるかっていうと、しっかりとラムの実のによる回復作用が起きると。さあそして俺はここら辺でとりあえずもうテラバーストヒコリ殴っていく。ここ乱数次第で落ちるかな。さっきから水にして壁がある状態なんで乱数で落ちると思う。ああ全然だわ。ちょっと防御が有利なのかな。シャドーボールを打ち込んでくる。特防だよ、あんま関係ねえんじゃないかなこれ。しかも結構壁ターン消耗できたんでかくないこれ。このタイミングで壁ターン消耗できたんで、まだ裏へマリルな気がするわ。原大悟マリルなんじゃねえかな多分。あれ壁なくなったよ、大丈夫それ。これアクアジェットどうなんだ、耐えるか。まあ結局神速2回打つでいいと思うな。でも耐えたら美味しいし2回打てて、あ強い。迅速打って正解だ。待てよ、でもさこれコスモムがこいつハチマキかこれ。え、ちょっと待って、みんな勝ったかもしれない。これ勝ったわ、ちょっと待って、ゴツめ皆さん、これが戦うとして勝つ男コスモムの魅力です。なめんなよ、こっち体重が999キロあったんだよお前。こんなその辺の泥水吸って生きてるようなネズミに負けるわけないから。ネズミじゃねえ、ウサギかわかんないけど、これがコスモーナーです。ありがとうございました。
さあ、マッチングしました。ゴーキさん、よろしくお願いします。相手の手持ちが無限大な、そしてイルカマンか、イルカマンに、まあ、ちょっとやっぱ自信、なんか物理アタッカーでもね、自信とか持ってそうなランドロスとかにはね、やっぱコスモ何もできないという状況になってしまう。あと無限大ながいるんで、マスカーナはちょっときついのかなっていうところで考えていくと、やはりコスモの初手で、まあ、行きまして、まあ、トイメン操作しつつ、まあ、普通にカイリュウはもう強すぎるんで使っていって、まあ、岩尾でいいかな。あ、いや、待って。アメモース、今回ちょっとあえていくわ。さあ、お願いします。いや、ランドから来ちまうか。いや、ランドはね、全然いいっす。ちなみに。ランドみたいなやつが一番いいんで、これテレポートいきます。トンボしてくる可能性もあるからな。アメモースでさ、ただまあ、あれか、岩石封じがあるから、ちょっとアメモース安定するかと言われると、絶妙な部分ではある。まあ、アメモース出したら、もう直で霊流打ってもいい。あー、トンボに逃げていくか。結構入ったぞ、これ。いや、このランド、ハチマキじゃない？俺、ハチマキ説押すわ、これ。てか、多分、ハチマキだわ。うん。で、EV が来てしまう。EV だったら、さすがにちょっとアメモースじゃきついものがあるな。この技耐えるわけないんで。ただ、悪の波動などをどういなしていくか。海流行きましょうか。海流出して、ここでもっぱつランドとか来ないかな。ちょっと待ってね。EU ってきつくない相手。EU 使ってる目線側からしてさ、カイリュウ相手に突っ張ることあんの？ランドに引くんじゃねえのここ。ごめん、ちょっともう一回コスモ見ていい？あ、引いた。やっぱそうだよな。ランドに多分変えてくるのよ。そこを見越しつつ、まあ、本当はアメモース交換できるのが一番だったんですけど、ここはあえてのコスモウムをもう一度さらけ出していって、やはりコテテレポートで後出しじゃんけん繰り返す。うわ、ステロ。何ステロって。え、じゃあ自分カイリュウ行くよ、普通にね。アメモース死んだけどな、これ。え、ハチマキじゃないんか、ランド。全然、ダメ感が分かってなかった。まあでもな、言うてもまあ HP 取得値のこと考えていくら防具が、なんなんこの手裏剣みたいな取得値のグラフは。こんなスタッツなるか。まあ海流か。だったら海流なんじゃねここ。竜舞ガチ込んで。いや、全然、ちょっと待ってよ。スカーフでもなんでもないじゃないですか。いや、ごめん、これ、新速打たざるを得ないわ。硬すぎ。しかも、全然5つ目。いやー、もう、これ、エッジを避ける以外ないな。なんならエッジ2連チャン避けか。トンボで来るか。だとしたらスカーフ EU で詰みか。え、上取ってる。マジで。え、 EU ぶっ潰した。アメモン、まさかいけるのかこれ。ランドは出せないはずだから。あ、ランド出す。うわー、これ俺暴風打たなきゃダメだよね。レイビー行ってテラスとかされたら終わるんで、俺暴風打たなきゃダメだ多分。いや、通って、なんでここランドからだったんだろう。玉ダメ入れたかった感じか。無限大ないるんじゃないの。いるよね。でもさ、これさ、結局アメモースでもうひたすら頑張らないときつくない？霊媚よりもぶっちゃけ暴風の方が期待値はあるから、霊媚で凍らせるっていう手もあるか。まあでも暴風だな。ここまで来たら暴風当てる。こんなに引いた。え、あるのか。あと一発殴れる。頼む。あー、死滅を。ここまで来て引けなかった。あ、でもね、だって 70% 引いて 30% 引いて 30% 引くっていうと、もうとてつもない、もうパチンコの沼みたいな。
確率を引かない。うわー、くっそ、てっちまって、これ、頼む。助けてくれ。一応先輩やから、こっち第7世代やろ。お前、8世代やろ。先輩やねん。遠慮しろ、先輩。先輩に。お前。おい。くっそ。諦めんぞ、俺は。まだ実証がある。まだ実証がある、これの。うわー、事故させた。うわー、あそこ実証引けてれば勝ってたのか。30% で勝ってた、この試合。ここでテレポートしたらどうなるんだろうな。戦闘終了するのかな。あ、解けなかった。うわー、耐久あるやつだね、これ。なんか、引き分けなれ。ダメだ。ありがとうございました。さあ、マッチしまって、ケンシロウさん、お願いします。相手の手持ちが、ガッサ、ガブ、そしてガチグマからのバオジア、もろもろ地獄でございまして、まあ、ゴツゴツメット持ちのこいつもぶっこんじゃっていいのかなと思いきや、マスカーニャからこれ言ってもおもろいかもしれないな。いやいや、こいつ、ゴスノウム、神竜、で、踊り鳥言っとくか。踊り鳥かなりありだと思うんで、行きましょう。さあ、よろしくお願いします。いや、ミライドンからこう帰ってきてもこれめちゃくちゃきついんですけど、ミライドンはねマジできつくて、これどうしよう。普通に一旦ここテレポーテーション行くしかねえか。テレポート一択だな。きつくない、これ同じ枠だよこいつら。あ、でもテラス切った。よし、オッケーオッケー、テラス切らしたぞ。これでかいよ。これミライドンのテラスだろ。ここで切らしたのはかなりでかくて、電気か。まあこれ切ってから電気だよな。もう電気で完全にコスモウムを潰しに来てる。だがお前はどうやら知らないようだ。コスモウムはどんな技も一発さえるあの特性を持ってるってことをね。そう、コスモウムはなんと特性頑丈なんだよ。一撃を必ず耐えていく。まあ、これが強みの一つやね。でこいつ残るだけでね、ゴツゴツメットの打点があるんで。しかも稲妻、ちょっと待って、稲妻ドライブって何、ゴツメの対象なんだ、初めて知ったわ。それマジで言ってんのか。あ、でもどうしよう。海流行って一発耐えて地震打って神速か。地震からの神速でさすがに倒せるはずなんで行きましょうか。え、これいくらメガネでもさ耐えるよね。え、死ぬのかな。え、これ耐えない、もしか耐えないとかある。まさか、まさか海流大丈夫。海流耐える。しかも結構しっかり耐えた。で、地震で、めっこり削って。何？うわぁ、出たよ、弱点を防ぐやつ。いや、ここね、ちょっと俺の、いい、これちょっと待って、ミライドンを、ミライドンをお前、コスモムで倒すことも一応できるよ、これ、交換したら。今、稲妻ドライブ受けで。神速読んで、みたいな動きを、されんのがだるいか。ね、その択を通すためには、相手の交換に対して、コスモム使っとくか、ここで。意味ねえか、でも。いや、ちょっと待って、さすがにここ回避で神速で倒した方がいいな。さすがにな。うん。オッケー。さすがに回避の神速で倒すと。今のちなみに交換した。おすすめで、未来の倒せたっていう。いや、おもろいね。ガブリアスを繰り出してくる。ガブちゃんか。そうだな、ちょっとコスモウム切って踊り鳥を出すっていう方向かな、これは。ワンクッション入れてコスモウム。でもコスモウムかなりね、これ正直役割は保ってくれると思うんで。さあ、スケールショッティング、これは5つ目のダメージは入らないと。しかも素早さを上げさせてしまうっていう、まあ、ちょっとあまり良くない状況ではあるんですけど、まあそうだな、ここで踊り鳥をぶーっくりと出していって、で踊り鳥の目覚めるダンサーでちょっとガブしばき回しに行くしかないか。まあテラス相手もないんで。いやー、だらガブリアスがな、こいつ本当に唯一素早さ詰められることかだけが弱点だったのにさ、それを克服しやがって。それまで何かしらこう超前とか竜前とかさ、素早さ上げる手段で上取って、まあなんかその辺のポケモンでも倒せたんですけど、ガブ今のガブそうはいかねえからな。オッケースケショット、メザダンで、これまあなんじゃ、まあ多分倒せないよね、多分倒せない。いった！いった！
行きました。目覚めるダンスは自分と同じタイプの技になります。つまりこいつはテラス切った瞬間に電気技打てなくなっちゃった。ただ裏がキノカサだったらまあ安さできるか。いやメザダンの方が安定か。いきます。メザダンダンス通って、これもう勝ちじゃない。あと神速あるよ。もうさあガッサもしっかりたすきまでいくさあキノコの奉仕で、まあ、負け筋こっからあんのかな。でもなくない。まあ、あと神速圏内しな。全部身代わりとかも晴れ状況じゃないでしょ。まあ音通りでいさってるんだか。うん、タルマシンガン。うーわマジ何この火力おかしいよ。キノガッサの特性を与えた人は本当にね反省すべきだと思う。うーわしかもまあでもこれ関係ないね。いやよかった帰り残しといていやでもいやよかったんじゃないの。いやあのワンクッションがいたからこそこの立ち回りが実現できたんで、いやこの試合ねコスモも結構活躍したと思う。しかも有事の際はコスモームで未来を倒すこともできたわけだからね。ワンチャンサムネイルにしますね。まさかあのコスモーム攻撃技のないコスモームが未来を倒す、びっくりはてなみたいな、そういうサムネイルするんで今回。いやー出した。いやちょっとおもろかったこの試合。踊りよりが結構活躍してよかったな。さあマッチングいたしました。ナミさんお願いします。アイテムの文字がディアルガのパル、あれかオリジンバージョンかで、ミミクズからのもろもろという感じでございましてですね、まあ非常にマスカーネがまあ行きそうな気はしていて、まあ普通にこういう風に行って、であとは適当にこうやってもうなんかもう強さのやつとりあえず片っ端から入れとくっていうのがもう一番いいんで、まあちょっとパオジアン初手だけきついのかな。まあパオジアンきつくないポケモンなんていないんで、はっきり言ってあんな存在が間違ってんだよね。受けられないポケモンつくんじゃねえよ。いやでもこのパオジアンとかさ、こいつはまたどうでもいいんだけど、なんかもう近伝のミライドンだのコライドンだの、本当にあいつらの顔を見なくて済むって思ったらせいせいする。本当にこの数ヶ月間この近伝枠楽しいのは最初の2週間だけだった。あとはもう地獄よ。まずパワーのインフレがえぐいんだって本当に。じゃれつく来ちゃった。あーそれマジでだるいって。まあ影打ちを勝ち込まれるの確定なんだけど、玉持ち命の玉をべっつり持ってる感じが、べっつり。まあさすがに不意打ちで飛ばす以外のことできねえな。さあ身代わりをべっこり破壊していって、そしてバギの側をしっかり剥がしていく。さあそしてここからなんですけど、ちょっとコスモームちゃんちょっと行きたいのかなっていう、コスモームちゃん行ってもいいんじゃないかっていう気もしつつ、一方でやはりいや海流なんじゃないかなと。ここはしかも流内勝ち込むわこれ。いやー何打ってんだこれ、このミミッキュートリックルームなんだ。裏からガチグマか。じゃあここは俺カイリュウを温存したいので、今こそこのコスモームの見せ所じゃない。こいつでひたすら耐久して、えじゃれつかはじキモこのゴミ、ひたすらに耐久してターンを稼ぐと。そのためならこのハネルをコスモパワーを打つことさ、実際しかもトリックルームかだからこれ俺の方が早いのか。上からコスモパワー勝ち込んでさ、影打ち偉いな。影打ち偉いが、それも耐えるで、玉ダメとゴツメダメージ入って、次、おい、まあ、次で倒せるぞミミッキュ。待て、次のタイミングでミミッキュぶっ倒して、影打ち来んのかなこれ。テレポート実は打った方がいいのかこれ。いや影打ち来なかったらだるいから、コスモパワーで座るか。コスモパワーで座ります。影打ち来る、耐える、そしてなんと玉ダメとゴツメダメージ止めてミミッキュ突破してみせる。よし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 、ミミッキュ倒したよコスモムが。でしかもこれさ、コスモパワー3積みぐらいしてるよね。あなんだこれ、うわディアルガなんだ。ちなみに何もできないっすこいつ相手に。トリックルームが、いや何もできないな。死なし跳ねるしかできないこれ跳ねることしかできないのか。でもテレポート打つわけにもいかないもんな。
テレポート打っちゃうと先手になっちゃうんで、で、カイリュウに何か当たっちゃうからテレポート打っちゃいけなくて、これ跳ねるしかないわ。これしかないという。うわー、ラスタガノン来るか。まあ、こっからだね。こっから、まあ、でも、こいつがね、トリックルも多分めちゃくちゃ稼いでくれたんで、わからん。もしかしたらディアルガ自身も持ったかもしれないけど、ここからのカイリュウで、しかもこれテラスまで切るべきでしょうね。おそらくは。テラス竜舞だな。テラス切らなきゃ相手の流星群とか時の方向をぶっ壊れ、いやわかんない、流星群なのかな。俺のディアルガは時の方向を採用してるけど、まあ、でもディアルガ使うやつがさ、流星群みたいなもん誰でも使えるな、ドラゴン技を追いさせるかって話よ。時の方向のロマンを追い求めてるものでしょ、もちろんあなたも。じゃなかったらこんなポケモン使う意味ないからね、はっきり言って。こんな持ち物が塞がってて、出力値もそんなね高くないようなさ。うわー、お前もトリックルーム持ってるよな、そら当然だよな、持ってねえわけねえんだそら。テラスなんか飛行とかとかやめて、マジで頼むか、普通に殴ってきてお願い。いや、これでも裏がガチ馬とかだったら負けか。いやー、もうステラだ。流星群避けた。ほら、時の方向にしないから。うわ、ただ待って神速じゃ無理だな。時の方向を使わなかった、パチが当たったと思いきや、言うてもむずい状況ね。これ竜舞かな、竜舞2回行って次の神速で倒すべきだな、結局次食らうんだったら。うん、ここ竜舞だわ。さあ、おいおい、ビビってラスターカノンになってんじゃねえかよ。うわー、でも結構入る。これはもう神速で絶対倒しきるよ。頼むぜ、さすがにいけるような半減だけど。よし、さあカイリュウよ、結局お前が一番強い。お前こそが近年のさらに上に位置する、ちょうど近年とアルセウスの中間ぐらいにポイ、まあ、カースト制度、そのピラミッドがあるとしたら、カーストだとしたらそこに位置する。うわー、待って、これまずくない？これトリックルーム型からこいつ遅いよ多分な。いや、でも正直わかんねえわ、もう心臓当たんないし、もうテラバースト打つ気がないわ。あー、皆さん、コスモウム二度と使いません。